崎明まで畜生。序盤は球威で押しつつ、中盤から変化球主体に切り替える。6回は全て変化球。7回を投げ切って吉井監督も笑顔。本気やん。同期久しぶりにピッチングしてるな。どうまで今日は良かったぞ。ストレートも走ってた。ドラ1トリオでお立ち台。変化球主体について藤原さんに試合前にちょっと配球を教わったんで、指示通りにできたかなと思います。安田の先制タイムリーについて、あれはちょっと風が強かったんで、自分のパワーがついたって勘違いしないでほしいなと思います。安田、ほんと風のおかげです。うん、勘違いすんな。久しぶりの畜生で草。ありとうみたいなこと言ってて草。安田は後輩に優しいんだろうな。満足そうなろうき草。